ジョン・ゴリーはアメリカ合衆国の医者、科学者、発明家及び人道主義者であり、冷却と空気調和の父と考えられている。ゴリーはカリブ海に浮かぶネイビス島で1802年10月3日にスコットランド出身の両親のもとに生まれ、子供時代はサウスカロライナ州で過ごした。ニューヨーク州ニューヨーク市の西地区フェアフィールドにある いかげかカレッジで医学の教育を受けた。1833年、フロリダ州のメキシコ湾岸にある、港湾市アパラチコラに移転した。二つの病院で研修医を務める傍ら、地域社会とも積極的に関わった。いろいろな時期に、市議会議員、郵便局長、ペンサコーラ銀行、アパラチコラ支店長、フリーメイソンロッジの秘書官及びトリニティ制。 公開協会の設立教区委員の一人を務めた。ゴリーの医学研究には熱帯性疾病の研究が含まれていた。当時悪い空気が病気を引き起こすという理論が一般的な仮説であり、この理論に基づいて沼地の水を抜いたり病室を冷やすことを奨励した。このためにゴリーは天井から吊るしたボールに氷を入れて部屋を冷やした。冷たい空気は重いので患者の方に流れていき、 床に近い外交部に抜けた。氷は北部の湖から船で運んでくる必要があったので、ゴリーは人工の氷を作る実験を行った。1845年以後、ゴリーは医療を断念して、冷却の仕組みを追求した。1851年5月6日、ゴリーは製氷機で特許8080号を取得した。この機械の原型とゴリーが書いた。 科学論文はスミソニアン博物館に収められている。緊急化したゴリーはその機械を作って金を作ろうと、したが、共同経営者が死んだ時に、事業は失敗した。ゴリーは、批判に溜めつけられ、財政的には破綻し、さらに健康を損なって、1855年6月29日に陰性所で死んだ。アパラチコラのゴリー広場に埋葬されている。 ゴリーの製表機概念図、リンクツー Google ブックリンク、ありがとうございます。